すごい綺麗。レイニーブルーとティーコ。あれも子供の姿でこのぐらいで自分だと思ってもう植えないようにしてるんですよ。またこのブドウの下っていうのがいいよね。夏ズタ？あ、これはこれ、あ、夏ズタか。あ、そうかそうか。あ、本当だ本当だ。そうなの、そこはなんかね。うん。いいですね、すっごい雰囲気が出る。そうそうそう。ね。そうなの。いい。なんか、お店みたい。よかった。なんかこれが豊洲で、豊洲格好悪いからってこの下にあのやっぱり木をやったんです。ああ、なるほど。あ、まあ、まあまあよく見えんだけどね。そう、ここからでここまで持ってきたね。すごい、本当だ。あ、ここまでね、いい感じです。ね、よかったです。とっても素敵です、ね、そう、好き好き。だから私初めて全部ペイントしました。あ、本当だ。ペイントも大変だもんね。全部ね、大変だ。ペンキぐらい塗れって言われての大好きな、この大好きなフェンスに。このピンクのバラって何ですか？ハルマスミっていう。あ、なるほど。大きくなんですね。ねえ、大きくなってますね。アリウムがすごくいっぱい。いい感じですよ、でも、すごく。ちょっと道沿いに。うん、かわいい。とってもいい。ポイントになってる。これアリウムあれですか？毎年。そう、毎年抜かないと、うん、腐っちゃいますね。梅雨時に腐っちゃうんですよ。だいたい5割ぐらいの確率で腐っちゃうんで、あだったら抜いて。分球して小さくなってるんですけど、数も増えてるんですよ。はい、なるほど、なるほど。3年ぐらいで咲かなくなっちゃうんですよ。うん、分球しすぎて、ちっちゃくなっちゃうんで。じゃあそれを、6月も、もうちょっとしたら掘り上げ、いつ頃掘り上げるんですか？あの雨いっぱい降ってくる前あたりで、うん、もうそろそろ終わったらこれがグリーンになるんですよ、はい、種持って、うん、ただもう切っちゃって、うん、少し経ったら抜くって感じ。じゃあ直前にですね。直前に、うん、梅雨の、そう、梅雨直前になります、うん。これもなんか慣れたんで、最初咲かなかったりいろいろあったんだけど、うん、長年やってるもんで、なんかもうやり方ってコツコツ、すごいですね、コツ掴んでできるようになったんです。アリウム今すごく人気ですよね。あ、そうですか。うん、はい、いろんな種類もあって。いろんな種類あるんですよ。なんかもっとグリーンっぽいのとか、はい、ありますあります。こうパーッと開くやつとか、はい、開いて大きい玉になるのとか。これが最初のことで定番のやつですね。ギガン、ギガンチューム、ギガンチューム、ね、そう、戦隊行ってたんですよ、流行のわかんねえで戦隊っていつの間にですか。あの赤いバラは紅玉？やっぱ紅玉可愛いですよね。すごく可愛いね。ちょっとね、色そこに色合い。うん。サイズがいい、サイズが。そうなんです。大きくなくて。だんだん小さいのになってきちゃってる。そう。うん。ね。最初のハイブリッドとかそういうのは最初の頃買うんですけど、そう。飽きちゃうんだよね。そう。うん、飽きちゃうんだよね。飽きちゃうの。シティオブヨーク、シティオブヨークがずっと伸びてきて、はい、こっちの南部桜でまたバランス考えて、うん、その紅玉入れたら紅玉なんかいい感じで、うん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 、いい感じで自分で言ってもらう。いい感じです、とても。これは
これはなんかバイランドって言って、結構昔に買ったバラなんです。ハイランド。バイランド。バイランド。なんか京成バラ園で出してたバラで、まあ、最初の頃買ったのが、これはなんか小花で可愛いんで、ブーケ。強いです。強い感じですよね。とってもね。あんまり手かけなくても、うん、二つバラ、両方とも。すんごい花付き。すごいですよね。ブーケみたいな。本当。でもこういうバラあっていいですよ。そうですよ。楽ですよ。楽なんですよ。ね。それが見栄えするから大きいものなんです。うん、可愛いし。これは？これはマリー&ラマダルティーヌっていうやつなんですけど。マリー&？マリー&マリー&ラマルティーヌって。ラマルティーヌ。長すぎだ。そこにできるよ、そう。タグ。うん、いいわ、かわいいわ、ほんと珍しいですか？珍しい、あんま見たい、見ないです、うん、そういうのがいいよね。そう、そういうのがいい。どこにでもね、分給したやつを増やしてこんな感じでやった。去年なんか私アリウム全然記憶にないんだけど、あの、ま、周りが高くて、あ、見えなかったのか。ヤングはオルレアで囲まれてて、うん、そうだそうだ、喜んでオルレアやったんだけど、うん、なんかやっぱりやっぱり何でもだ。そうなんですよね。適当に制御しないと。そう、飽きちゃうの。ね。あ、かわいい。ジャスミーナだっけ。そう、ジャスミーナ。かわいいね。かわいいです。今一番いいじゃないですか。そうそうそう。あ、めちゃめちゃかわいい。向こう側とまた違うね。こっちが。こっちのが今かわいい、ね。あ、両方に垂れてるんですね。そう、両方垂れてます。すんごいかわいいこれ。そうですよ。みんなかわいいを連呼してた。欲しくなっちゃうね、これ見たら。可愛いです。高いところに入院しないとダメなんで。あ、こう垂れるのが可愛いんですね。垂れるから。素敵。うん、若い人好みなんだね。こういうのがいいって人いるもんね。向こうよりこっちの方が、うん。自分はこっちよりもやっぱいい。向こうの咲き方がすごく良かったね。なんかこんな感じがいいんですね。こうなんかポワーンっていう、ひらひらひらっていうの。これもでももうちょっと前だったらよかったのかな。そう、ちょっとあれだったね。ね、開きすぎてるのかな。そうそうそう、開きすぎちゃったの。ね、そしたらここのそのジャスミーナとこのペルピチのコンビがすごい素敵だっただろうね。そうそうそう、なんかね、ね、この辺のチラチラっていうのが可愛いですよね。これはこれで素敵だけど。うん、確かに迫力はある。あのこれ迫力はあります。なんか肥料やってるんですか？特別肥料はあんまりやりすぎると良くないんですよ、うん、葉っぱ残すとあんまり肥料いないから冬に1回、うん、だけ全部それだけで。へえ。あとはなるだけ葉っぱをこんなように気をつけるっていうぐらいで、うんうんうん、そうなんだ。すごい可愛いんだよね。もう乙女な感じで。お邪魔します。写真だと撮りにくいけど動画だとね、隅々撮れるからいいですよね。だからまあ気をつけないとね、写したら嫌なとこも写されちゃうから、それはあの気をつけますけど。そうですよね。なるほどね、古木を使ってる誘引がナチュラルで。ナチュラルで、なんか。このフェンスもいい感じじゃないですか。あ、これ去年、そう、それね。去年はなかったんです。ちゃんと見たんだよ。長いの丸まって、うん、あの骨董屋にあって、そういう長いの自分で引っ張ってんのを伸ばして作った、うん、すごい素敵。これあれですね、窓のなんか窓もそうね、中を落ちないようにしとく感じですよね。いい感じ。思ったよりやつを描いたんで、それみんな言うね、かわいい、かわいい。お花がついてるじゃないですか、ね、お花がついてるじゃないですか。そうなんです、お花がついてる。あら、本当だ。みんな欲しいって言うけどね、いつも。そんなの出会いだからね。その時思い切って買っちゃわないとなくなっちゃう、ね、そう、なくなっちゃう。かわいい、かわいい。
もうここも雑貨屋さんだから素敵。雑貨屋さんだから。乙女。あ、大丈夫です。なんとか映んないようにしました。はい、かわいい。つるがすごい。今でもここ中入り込んでるのがかわいいじゃないですか。そうなんですよね。ね。そう、ちょっとでもその下げすぎだな、ちょっと。あ、そう？そう。かわいいよ。いつの間にか。子供たちが帰ってくるとね、どこがどうなってるか分かんないって言うんだしね。またここ持っているね。そう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 。また増えたの場所。あ、そしてこのピッチャーは。かわいいんだよね。そうなんです。ありがとうございます。素敵。一番の迫力だね。ね。このサマースの目って一番古いと思うんだよね。そう、一番古い。鉄砲虫に何回も入られてんだけど、太いから、うん、もう大丈夫でしょ。太くなったらね、はい。うちもなんかそういうのはいる2本ぐらい。本当だ、立派な株になってる。うん、中途半端にあの今のね、うちじゃないからね。そう、すごく明るくなってとってもいいですよね。クレマチスもいっぱい入ってますね。クレマチスなんですよ。ね。クレマチスのうちの奥さん、これトンビ入ってないから、誘引できるから増やしても大丈夫です、うん。そうそうそう。そんなにね、場所取らないし。はい、
看板取って大丈夫ですか？大丈夫ですよ。出しちゃって大丈夫ですか？大丈夫です。看板、今回何もないのでそこね。